大江兄弟社中学校、高等学校は、滋賀県大江八幡市に所在するプロテスタント系、キリスト教主義の私立中学校、高等学校である。通称は、兄弟社。設置者は、学校法人、ボーリズ学園で、学園は、ウィリアム・メレル・ボーリズと家族の私釈礼状で教育者の、市柳巻子夫人によって創立された。全体の遠隔は、学校法人、 ボーリズ学園を参照。1907年にボーリズが設立した八幡英語学校や牧子夫人が1920年に開始した子供への教育事業、プレーグラウンドなどの教育活動や精神を受け継ぎ、中等教育の門戸を広げる目的で同行の前身となる女学校を1933年に開校。しばらくして公明を大見兄弟者女学校とした。 大見兄弟社幼稚園、大見兄弟社小学校とともに長い歴史を持ち、幼稚園、小学校高校まで通うことができる、滋賀県唯一の私学である。県立高校の男子制服に、ブレザーが浸透する以前から同校では、伝統的にブレザーの制服を着用している。同学園の中学校と高等学校は、1983年から、再び合同運営になり、 中中高高一一貫貫教育がが開始さされれコースが設置される1984年に高等学校に特進コースを新設し、改めて普通コース、特進コース及び中高一貫コースの3コース制に再編される。現在でも大見兄弟社中学校から大見兄弟社高等学校へ進学するものが最多数である。全国で 初めて海外への修学旅行を実施するなど、中高通じて、古くから国際人教育や、英語教育に熱心な学校として知られ、帰国子女上を受け入れているほか、世界中に20校の姉妹校、提携校を持つ、校歌の歌詞が英語という、全国的にも珍しい学校の一つでもある。また、受験一辺倒に偏らない学級の校風も、伝統的に息づく。 中学校特別なコースは設定されていない。1年間を5期に区分した5ターム制を導入している。高等学校グローバルクラスは2年進級時には編入試験に合格することでアーツサイエンスクラスへの編入が可能である。それに対し国際コミュニケーションクラスアーツサイエンスクラスは3年間1巻のコースである。高校は前期と後期の2期制を導入している。 中学校入学式、新入生オリエンテーション合宿、新入生歓迎体育祭、花の日礼拝、英語暗証大会、平和礼拝、文化祭、クリスマス礼拝、二年生沖縄研修旅行、一年生、スキー合宿高等学校中学校併設の近江大み、兄弟車高等学校への内部進学制度はないが、毎年卒業生の半数程度が、同高校へ進学をしているほか、 ゼゼ高等学校、彦根東高等学校等へ進学する者もいる。高等学校同志社大学とのキリスト教主義教育連携協定のほか、立命館大学、留国大学とは高大連携協定を結んでいる。創立者のウィリアム・メレル・ボーリズが同志社大学や、関西学院大学、神戸女学院大学をはじめとしたミッション系大学の校舎を多く建築していることもあって、 これらの大学とは縁が深い。伝統的に同志社大学への指定校推薦があり、サデー毎日などで発表される同校の一般入試合格者の数よりも実際には多くの生徒が同志社大学へ進学している。同時に関西大学、関西学院大学、立命館大学などにも指定校推薦枠がある。関西のみならず国際キリスト教大学や青山学院大学、 立教大学、法政大学など、東京の有名私立大学への指定校推薦枠を持ち、選択肢が多い。一方、京都大学をはじめとした、旧帝国大学クラスや海外大学に合格するものも増加している。しかし、指定校枠の3分の2ほどは、文系の学部であり、立命館大学との連携プログラムは、文学部のみである。クラブ活動の形態によって、 運動部、文化部に分類される。公式野球、バレーボール、ハンドボール、バスケットボール、卓球、陸上、バドミントン、柔道、新体操、バスケットボール、サッカー、弓道、公式テニス、剣道、ダンス同好会野球部は、第75回全国高等学校野球選手権大会に、出場経験を持つ。吹奏楽、英語ディベート、合唱、美術、 演劇、写真、書道、ギターアンサンブル、聖書研究会、作動、歌道、調理、総曲、国際交流、インターアクト、コンピューター同好会、文芸同好会、ハンドベル愛好会、理科愛好会教育会館と、ハイド記念館スパニッシュ様式の中学高校校舎は、学園本館を兼ねており、シンボル的存在となっている。 5階建ての最上階には、ボーリズ平和礼拝堂があり、中学校を中心として礼拝などの宗教行事に使われているほか、様々なイベントに一般公開もされている。中学校、高等学校の校舎と隣接して前提が広がり、1931年落成の旧、大見兄弟社幼稚園舎である、教育会館、1937年の、 ヘレン・ケラー・ライコージの公演や1952年に戸籍有事の演奏会が行われたハイド記念館やボーリズの辞邸として使用され、三笠宮高人信王も訪れたボーリズ記念館が立ち、古き良き戦前のキャンパスを感じることができる。キャンパスはその美しさと雰囲気からパナソニックの広告や映画、偉大なる、シュララボンのロケに使用された。アジア各国、 イギリス、アメリカ、オーストラリアといった国の学生との短期長期の交換留学制度がある。現在までに2000名近くの生徒が留学し、1000名ほどの留学生を受け入れている。アクセス JR 西日本東海道本線、大見鉄道洋海地線を見八万駅より、大見鉄道バス、ボーリズ学園前、下車道学園は、大見鉄道バスとの契約を交わしており、 朝夕の通学時間帯に限り、大見八幡駅、学園前間での直行便を通常便と合わせて運行している。また、駅から離れているところは、スクールバスが通っており、その近辺に住んでいる多くの児童、生徒たちはそれを利用して通っている。今現在は18のコースが運行されている。ありがとうございます。